日本は見越し、私は日本の一番悪かったのは見越し。
砕けるまで待ってる。まあ、五類の入れである。ガチンガチンガチン。でもこれは神様の御霊。千年前以上、神社神社、こういう祭礼を守って、神社から来たり、かぶいたり。でも、俺も外国のお祭りな、はい、それぞれみんな神様って言うんですよ。ありがとうございます。でも、こういう、あ、ここちょっと。ああ、こういうみこちというものはやっぱり日本だけと思います。他の国に似てるもんがあるかと、でもこういうやり方はやっぱり日本だけと思います。あそこはそうだ。スペインでももちろんみこちは古いんですよ。例えばイスラエル、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 わかりますか？イスラエル、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 そこも昔3000年前ぐらいもこういうみこしという見せるようなもんは何ありましたよと、まあ、みんな分かってる。なんかそういうのスペインもなんとかありますけど、ただこういうやり方は日本だけど、現在他の国もないんです。これは今の話は古い、まあ、現在はない。だからそこは素晴らしい。あとこんな天気の中とかはやっぱりあそこは日本人のその強さ、人間の強さ、ここを見せる侍なりそういうここは見せる。なんかそういうのはあんのかな。あ、今ああ、まだ違うことがあるから、ここはやっぱりここみんなすごいと思います。このみこちみんながそういうところすごいみこちですから。私去年も本当はちょっと見た。Thank you.
のがあるんですよ。中央大体ここは野原駅から抜けるまでは良いかと思います。で、